皆さん、こんにちは。アンコウです。アンコウのオペラ報道、モエオペラ、第341回。今日は、えー、2023年の12月21日です。はい。えー、今日もうららかな一日ですね。はい。えー、今日は結構早くに目が覚めて、えー、ちょっと昨日言ってた、読んでた本を、えー、了いたしまして、えー、そしてちょっと昨日からやってる仕事の続きをずっと、えー、や、やったりとか、 お茶を入れて飲んだりとか、えー、ちょっと外に出て軽く散歩したりとか、といってもあんまり激,激しく受けないんですけど、まだ、えー、そういうことを続けて、えー、今日は本当にちょっと久々に、あのー、本当に、えー、穏やかないい一日でした。はい、はい、はい、いいことです。<laughs> で、また明日からちょっと札幌に行って、えー、ベリズも大好き宣言をした人間としてはですね、アンドレア・シェニエの稽古を激しくやっていきたいと思っております。えー あとですね、今年、来年の年明けに、えー、文化庁で回ってます、えー、ミラマレオペラのオペラ手鏡ですね。それの追加公演が一つあって、残念ながらその公演自体には僕はちょっと、その、札幌に行ってる限ぎりいけないんですが、それの稽古が、えー、この年末何回か入ってますね。えー、札幌の稽古と、その手鏡の稽古をしたら、今年も、え仕事を収めっていうことになるってことで、まあ、まだ、ですのでまだ仕事ちょっとしばらくあります。 え今日は、その本の話をする前にですね、この間、えー、お、あの、岡山に行ってきた帰りに、寄ってきたところについての話をまずしたいと思います。えっ、ー、と、そこはですね、愛知県江南市っていうところですね。江南っていうのは、こう、川ですね、山水にこの、え、ま、え、というか、こう、こうですね。こういう城郭えー、 なんて言うんですか洋子港とかの港ですね。それの、えー、南、江南、南、ね、江、えー、南市というのが、えー、ありまして、えー、名古屋市から、えー、北に、北、やや北西ですかね、登っていった、木曽川沿いのところにある、割と岐阜県との境に近いところにある市なんですけど、えー、ここをまず僕が知ったのはですね、えー、割と随分、ま、昔な、昔ではないな、えー、な前なんですけど、 え僕は演出を始めて結構初期の頃にやった結構重要なえ舞台としてですね、オー区クミオペラっていうところで、ヴィンチェント・ベルリニのえーオペラノルマというのをやりました。これはあのまあノルマといえばえマリア・カラスがね、すごくあの得意にしていた。 彼女が最も出演回数の多かったオペラは確かトス、ノルマだったと。まあなんとなく僕は今覚えていあの記憶の中でノルマとトスカとビオレッタですね。この三つは彼女、えー、まあ最も得意なものだったわけですけどね。ノルマは彼、彼女の本当に最初期の頃から、一番最後ですね、彼女の声が衰えて、えー、あの、で、出るところももうスカラーザとかには出ないで、あの、 えー、イギリスのロコメントガーデンとか、えー、アメリカのメトロポリタンオペラとか、そういうところだけに出ていた、もう本当に最後の、えー、頃ですね。その頃にも歌っていました。まあ、あの、録音などを聞くとやっぱり、ベッリニのベルカントオペラなんで、やっぱり声がまだ豊かな、えー、初期のものの方が、表現が多少荒くても、やっぱり聞いていて美しいんですけど、えー、まあでもやっぱり、 その激しい心の内みたいなものをその中で表現しなくちゃいけないえドラマティックな役ですからね。そういった意味では、えっ、ー、と、カラスとしては、えぇ、ー、量的に苦しいものが若干あったとしても、それでも追求できるというものがあったと自分が信じていたんでしょうね。まあ、自分に対して厳しい人ですからね。で、そのオペラを僕は演出をまだ始めて本当に何年も経ってない頃にですね、話をいただいて、 え、なんとですね、もう本当に伝説的な日本のプリンマドーナの人で、林安子さんを主役に迎えて、大田区民オペラでやったんですね。これは最終的にはこの舞台は、え、あの、三菱の賞などももらって、え、結構あの、僕としては、自分のプロフィールにもかける本当にあの、え、特筆すべき舞台なんですけど、え、この時に、その、林安子さんとダブルでノルマを 歌った、えー、これをオーディションで選んだんですけど歌ったのが、えー、吉田京子さんですはい、吉田京子さんその江南市の出身の方で、えー、そして、えー、それから国立音楽大学を出てねでイタリアで勉強されて戻ってきてちょうどそのオタク民でノルマを歌われた頃とかもう本当に絶頂期、まあ、今も素晴らしい声してるんですけどその時は本当にすごかったですねはいあの、えー。彼女の うんとえー、ぼ僕のこの家の中にも彼女の写真貼ってあるんですけど、えー、本当にね、素晴らしくて、林安子さんはもちろんもうイタリアでね、もうすごいスカラーザーをはじめいろんなところで、まあ、世界中の劇場でやってきた方なんですごいんですけど、えー、とその人とは全く違う、全然フレッシュなドルマを歌われて、えー、大感動しましたね。なんか台風の日でちょっと血の毒だったんですけど、素晴らしい舞台だったと思いますね。 で、その彼女に、えー、そのローマの後に声をかけてもらって、そのコ南市に2回ほど行って、えー、ワークショップというかね、マスタークラスをや,やりましたね。で、えー、その時に、まあ、あのー、京子さんが、あのーえー、ぜひモーニングを食べていってくださいと言って、<laughs> えー、僕、その名古屋のモーニング文化多分知らなかったもんで、あのそこに、えー、なんかはしごして連れてってくれてね、とりあえずすごく楽しかったのを覚えています。 それで、まあ、その吉田京子さんがまた呼んでくださってですね、来年の9月、えー、半ばですに、えー、江南市の永生寺っていうお寺さんで、えー、オペラ、パリアチをやることになっています。で、それをちょっと見に行ったんですね。というのは、その、そこの住職さんが、えー、大変その、そういうものに関して熱心な方で、で、 えー、前からねホールがその中に、まあ、クラホールというホールがそうも見せてもらったんですけどあってそこでいろんなコンサートなどをやってこられた方なんですねでその時にその,、まあ、その地域のと,と,ところで、えー、幅が広く、まあ、東京とも行ったり来たりしながら演奏活動を続けてらっしゃる吉田京子さんが、あのーえー、何度もそこでね関わることになって必然的にいろ、まあ、んな、えー、住職さんといろんなこう にアドバイスをしたりとかいうのはそうそ関係性が作られていきで、結局、まあ、住職さんが、その、軽度をですね、あの、えー、新しく、えっ、ー、とし、しようということになって、その時に、あの、そこをですね、そういう演奏もできるような、えー、まあ、あの、この間、その住職さんにお会いして、あの、もう素晴らしい方でね、あの、 えー、だったんですけど、えー、でも、最もだなと思ったのは、僕も、えっ、ー、と、アメリカにいた時代に、その、カトリックの教会で歌ってたんですね。で、やっぱり、あの、教会と、えー、音楽の関係ってすごい密接で、まあもちろんだから、そういうところから音楽もともとス,スタートしてますからね。で、まあもちろんその <laughs>、仏教的なものと、その、キリスト教的なものは違うわけですけど、でもやっぱりその、 日本のそういう音楽というものも、そういう宗教的なものとつながっているところも当然ありますね。で、そういういろんなまあ、祭事というか、いろんなそういうセレモニーというものは、やっぱ音楽と切り離せないところがあると。ですので、今もこの、そこの、剣道でやるときに、あの、いろんなその音楽をね、そこで演奏するようなことができてもいいじゃないかということで、だったら、いいものをして、 えー、で、いい形にして、えー、人を送ったりとか、えー、なんていうんですか、僕はよくわかりませんが、お迎えしたりとか、いろいろと、とりあ人の中のそういう、そういう美しい世界を作っていこうということでね。えー、で、まあ、それが、えっ、ー、と、この間、ちょうど落成して、初めてそのお披露目したの日に、ちょうど僕は行けたんですね。そのお岡山の帰り道だったんで。それで行って、 京子さんたちの、えー、その地域で、えー、もういろいろ海外とかでいろいろ花話いろいろコンクールとかを取って受賞して、今、戻ってきてらっしゃる方が一緒になって、このクリスマスコンサートやのをちょっと聞きまして、大変ねうつ、あの、いいこのコンサート来ましたね。それでまあその美しい響きの中でね、9月に、まあパリアチラってチラバ臭いオペラをてお寺でやるんですけどもね、そのことをいろいろ考えて楽しい時間でした。 はい。また、この企画についても、また、ちょくちょく話をしていきますので、ということで、あの、パリアッチはなんとなく毎年1回ぐらいあるなって感じなんですけど、また、えー、2024、えー、年ですか、にもまたパリアッチ1回ありますので、えー、特に中部地方、えー、関西方面にいらっしゃる方、ご注目ください。というわけで、えっ、ー、と、昨日ですね、ま、おとといぐらいからちょっと読んでて、今朝お、ま、読み終わったのはこれですね。はい。うん、はい。 夜月優子さんの万上のひまわりというものです。これも結構有名であのテレビドラマとかにもなってるんでご覧になった方も多いんじゃないかと思うんですけど。えー ゆずきゆうこさんという方は、あのー、昨日ご紹介したオンダリクさんより、ほんのちょっとだけ若い人で、ええー、なんですけどもね、非常に精力的に、ええー、作品出してらっしゃる方ですね。はい。僕も、あの、<laughs> オンダリクさんと同じで、そんなにたくさん読んだことはないんですけどもね、まあ、コローの地とか、映画化もされてますが、ええー、オンダさんの方が、どちらかというと、ファンタジー色が強いものを書いているのに比べて、 このゆずきさんの方は、どちらかというとハードボイルド系というかね、ええ、ものが多いですね。はい。あの、ま、この間また紹介、今度また紹介しますが、僕その、横山秀夫さんのある小説など読んでたんですけど、そういうものもゆずきゆうかさんは大好きだとおっしゃっていてね。 で、この作品も本当にそういう、あの、まあ、ハードオイルと言ったらおかしいですけど、それも探偵者というか、警部者というか、えー、犯人を追求していくものなんですけど、えー、骨太で、えー、非常にその、苦しい人間の生き様というかね、そこの中に見えてくるほんの一、中にある人間の本当になんか、えー、生きていく、まあ、生きていくある種の地獄であったりとか、えー、 えー、そういうものの中に垣間見える人間って本当にすごいなと思える何かそういう瞬間みたいなものがね、描かれていて、大変素晴らしいなと思いました。えー、上映感に分かれてるものだったんですけど、も、まあ、あっという間にねこれ、あの、文体が非常に、あの、音田さんもそうですけど、文体が非常に見えやすくて、えー、なので、えー、で、これは、あの、まあ、あこれも、あの、ミステリーなんで、あの、あんまり深入りはしませんが、この、えー まあ、ある犯人探しの話をね、警部、二人の警部の、よくありがちな、この、えー、頑固、頑固なベテラン警部と、それと若い人との、二人組でね、それを追っかけていくっていうのが一つだと。これと、その、えー、その、まあ、追求される側の、えっ、ー、と、ドラマというかね、あの、まあ、 あの、核心部分に触れちゃいけない。まあ、でもなんとなく、初めの方からそういう感じでいくので、なんとなく、なんとなくはわかるわけですよ。これ,れどういうことなのかってね。まあ、あ多分、OB にもそれぐらいのことはなんか書いてあると思いますね。はい。はい。まあ、そこまで書いてないか。うん。あの、いずれにしても、その、え、これを将棋ですね。こういう盤上のってからわかるように。えー この間も、前にも、あのー、奥泉ひかりさんの,の、将棋に関しての小説一つご、ご紹介したように、あの、背景になっているものはかなり近いようなものがそこにあったりしますね。ただ、あの、あっちの方は大変、その心理的な、そういう世界を、もっとこう、なんていうんですかね、そういう、 ある意味、ちょっと、えー、まあ、デフォルメって言ったらあれですけど、そういう精神世界を描いていたのに返して、これは非常にリアルなタッチで描いていきますね。である、あのー、これ明らかにこの、えっ、ー、と、心の後書きを、解説を書いているのはハブ名人なんですけど、ハブさんをモデルにしてると思われるこのミブさんという人がいて、その人とミブさんとしていると対局をしている、本当にあの、 脱サラをした、えー、それで、アマチュアから出てきて、えっ、ー、と、本当は、将来会とかそういうところから出ないといけない、そういうところなしに入ったという、まあ、これ、この人は、まあ、あの、フィクションですね、フィクションの人ですが、その人の対局が行われているというところからスタートして、その、挑戦者の人の、えー、の、世界ですね、世界を、あのー、えー、上条、 上条圭介ですね。上条圭介という男の幼少期からずっと彼を追っていくっていうのがこの警部2人の追っかけのとこの,この順番に連れ子になってこれがいくわけですね。で特にこの上官のところのこの非常に貧しい上条少年を支えていくね。この、えーとえー 勝さんだったかなあ唐沢さんだというね、えー、教師上がりの人が、えー、元教師の人がいるんですけど、そのあたりのところの葛藤っていうか、えーえー、子供のいない唐沢が、その息子のように、その上条圭介をかわいがるくだりとか、本当にいいですね。はい。それでま後半になったそこに別な人間が関わってきて、そういう人間の、 なんか、見にくいところっていうかね。まあ、そういうのも僕なんかも本当にあの、ただのくだらない親父でもあったりする、だろうなって、やっぱり思いますね。こういうのを読んでいくとね。人間ってだん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 その純粋なものからだん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 こう、くだらないものに落ちていく可能性があるんだなって。うん、でもそこで、なんだろうって自分のそれを、えーえー、美しいもの、理想的なものに、 連れていく何かっていうのは何だろうっていう。まあ、この中ではこれがこの、えっと、ひまわりっていうんですね。で、これが、なぜひまわりが出てくるのかっていう、この上官の中ではほとんど一切、あの、えー、出てこないんですけど、えー、下巻になったできないそれが出てきてですね。まあ、これはまあ、ゴッホのひまわりっていう、が、そこにちょっとあるんですけどね。うん。僕もン、ファンゴッホはすごい大好きで、それで、 やっぱりあれはゴッホの絵というものは本当に生で見ないとわかんないんですよねあのタッチがねあれを見て特にだからそういう遠くから見え近くに行ってそのゴッホのあれを見ると本当にあの、えー、なんか心をえぐられるというかねなんかうんプ肌が立ちますよねうんこれの中でもですねそのあの将棋のあれを駒をここにこのプッと乗っけるその行為というものをその ファンゴッホのそのタッチっていうか絵のあれと、えー、そのゆず,きゆずきさんがそうやって描いてるところがあるんですが本当にまさに僕はそれはよくわかりますね自分でそれは今自分がやってるオペラなんかでもやっぱり同じようなところがあってですので僕は絵とかも見るのも好きまあそんなしょっちゅう美術館に行くわけじゃないんですけど。 行ったりすると、やっぱりその、それは止まっておかない絵なんですけど、その中からそういう本当にす、す、優れた絵というか、まあ、大概は優れたものですよ。本当にね、そこにないし、そこに出ているようなものはね、やっぱりそこにあるもののドラマというものは、こっちだと、それは、なんであろうとね、レンブラントであろうと、なんであろうと、えこの間の、あれでも使ったゴヤであろうとね、うん、あの、ドアであろうと、うん。 というようなあたりのことをね、あの非常に、えー、と感じさせてくれました。えー、大変な、えーあのうん、楽しんで読めるものなんですけど、ちょっと、ちょっと最後の方は本当に苦いので、えー、悲しいドラマですが、本当にあのいいものを読んだと思いました。はい。ということでまた本など、えー、そして映画などもね、ちょっと最近いろいろ見ようと思っているものがあるんで、それなど見ましたらまた報告したいと思います。ということで明日から札幌に行ってまいります。 はい、皆さんもどうか、えー、体を気をつけてください。はい、それでは今日も良い一日を。